いろいろつながってきますね、面白。すみません、僕、今、普通に単なるサラリーマンというか、ビジネスの世界にいるのであれなんですけど、PDCA じゃなくて、DCAP ですね。っていうのも結構言われたりというか、で、今、日記を書くとかっていうのがまさにそうだなと思ったんですね。そこの解説、まもず、丁寧にお願いしていいですか。いや、もう単純にプランしてですね、やってチェックして次のアクションを起こすっていうのではなくて、まずやるっていうところからスタートするっていうことですよね。で、do からスタートして、それでそれに対してのチェックを起こして、それで、アクションですね、それに対してどうすべきかっていうのをやって、で、次のプランをやっていく、プランを立てて、で、また次の do をやっていくっていう。スポーツの方はどちらかというと、それが向いてるのかなというふうには、P から始まっちゃうと、なんか頭でっかちになっちゃうし、まだやってもないことを、なかなかプランはしにくいっていうこともあると思うので、なんかそういう、ある程度、こう、なんですかね、まだやったことのないというか、これから身につけるものっていうのに関しては、do から始めるっていうのもありなのかなというふうに思いますし、それこそ仕事の世界で言うと、なかなかこう若手の営業マンとかだと、例えば新規の顧客のところに行って話してきなさいとかって言っても それにじゃあ、まずどういう計画を立ててっていうのはまず無理なんですよね。お客さんのところに行っていろんな質問を受けて、あ、こういうことを聞かれるから、こういうこと知っとかないといけないんだって思うから、次の、そこで自分の自身でこう体感して、どういうことをやろうかとかっていうのが、計画的にできるっていう形になるので、なんか仕事に置き換えてもそうですし、もうスポーツも、やったことないことをとか、今、身についてないものを身につけていくっていう形になるので、do から始めるっていうのは、非常に役に立つのかなと思ったし、それを体現しているのが、先ほどご紹介いただいた体操選手の日記を書くっていうところですよね。日々自分がやったことを常にチェックしてっていうのを、非常に細かくやられてるっていうのが、なんか僕の中でこう、仕事と結びついて、なんか非常にしっくりきたお話でしたね。いや、ドゥから始まるってのはすごい、そうだなと思いますね。やっぱり、昨日の初心者もそうですけども、やってもらわないことはアドバイスのしようもないですからね。そうですね。ただ、どの技術から入るかっていうところに関して言うと、指導者のプランはあるかなと思いますけども。そうですね。だからそこがだから単独ではないってことですよね。計画単独ではなくって、現状のものがあるだったりとか、そもそも、コーチングという言葉も、コーチング編でやった復習になりますけども、馬車なんですよね。コーチング裏からっていうありますけども、馬の操作が上手い人たち。なんで、トレインみたいなレールじゃないので、どこの道を通っていいわけですし、だって、僕が言うのは、今の現状、それから目的地、それをはっきりさせないことにはいけないよ。で、それで、例えば、もう、中田くんさ、そのレベルで行くんだったらさ、もっともう、オリンピック、パリに狙えるよ、つって、本人その気ないのやってたら、これも人さらいなんで。なんで、本人にその目標を立てさせる。で、あと、現状普通にね、普通のサラリーマンの中田さんに、パリ行きたいって言ったら、それこそ現在地点を考えろっていうふうになるわけですから、やっぱりその現在地とゴール、特にコーチングと指導方法が考えたら、もう根幹ですよね。そのうち中でどういうふうにやっていくか、もしくは、いかに言葉かけて、目標を下げさせるかとか、目標を上げさせるかって言って、その整合性を取っていかないと始まりませんよね。